急上昇。ボンムがたった1ヶ月でハッシュタグ WPVR チャートで2週連続首位。日本を席巻。ナンバーアンダーラインアイのボンムが圧倒的支持を集める理由。プラチナムワールドの皆さん、こんにちは。2024年6月16日の生放送でのハッシュタグ WPVR トップ25リクエスト曲を振り返ります。今回の1位は、ハッシュタグボンで、 おめでとうございます。ハッシュタグナンバーアンダーラインアイ。また、今週のトップ25には、ザビーストがトップ10にランクインし、北山博光の楽曲が4曲もランクインしました。楽しい放送をいつもありがとうございます。日本からの感謝の気持ちを込めて、昨夜のトップ25のすべての楽曲が素晴らしかったことを誇りに思います。特に、ハッシュタグボンが1位に輝いたことに誇りを感じます。 アンコールまでいただいてありがとうございます。2024年6月16日、音楽シーンに新たな旋風を巻き起こしたのは、ナンバーアンダーラインアイの最新曲ボンでした。彼らのデビューからわずかな期間で、この曲は多くのリスナーを魅了し、一躍トップに踊り出ました。この成功の背後には、彼らの独特な音楽スタイル、壮大な MV、そして熱心なファンのサポートがあります。 ナンバーアンダーライン愛 i のボンがどのようにしてこのような成功を収めたのか、その秘密に迫ります。ボンがリリースされると同時に、多くのリスナーがその新鮮さとエネルギーに魅了されました。特に、伝統的な日本の要素を巧みに取り入れたサウンドと、現代的なビートの融合が、他の楽曲とは一線を画していました。MV も同様に、壮大で視覚的に圧倒される内容で、 視聴者を一瞬にして引き込む力がありました。これらの要素が組み合わさり、リスナーに強烈な印象を与えることに成功したのです。また、ナンバーアンダーラインイのメンバーそれぞれが持つカリスマ性も大きな要因です。彼らのパフォーマンスは、ただ歌うだけでなく、観客との一体感を生み出す力があります。この一体感がファンの心を捉え、リリース直後から多くのリクエストが寄せられたのです。 SNS 上でも、ボンについての投稿が急増し、瞬く間に話題となりました。特に、ナンバーアンダーライン愛のファンは熱心で団結力があり、彼らを支える力強いコミュニティを形成しています。このファンコミュニティが、リリース前から積極的にプロモーション活動を行い、楽曲の拡散に大きく貢献しました。彼らは SNS でのシェア、再生リストへの追加、さらにはラジオ局へのリクエストなど、 多方面で活躍しています。これにより、ボンは短期間で広範囲に知られることとなり、その人気は急上昇しました。さらに、ナンバーアンダーライン愛のメンバーが個々に持つバックグラウンドも楽曲の魅力を増幅させています。彼らはそれぞれ異なる音楽的ルーツを持ち、それが楽曲に多様な影響を与えています。例えば、あるメンバーは伝統的な和楽器の演奏に精通しており、 その技術がボンの中で巧みに生かされています。これにより曲全体に独特の深みと広がりが加わり、他のアーティストとは一線を画するサウンドを生み出しています。MV の制作においても徹底したこだわりが見られます。撮影場所の選定から衣装、照明、カメラワークに至るまで、細部にわたるまで綿密に計画され実現されています。特に、 映像の美しさとストーリーテリングの力強さが際立っており、視聴者に強い印象を残す仕上がりとなっています。このように、視覚と聴覚の両面から観客を魅了することで、ボンは多くの人々の記憶に深く刻まれています。また、リリース後のプロモーション活動も功を奏しました。テレビ出演やライブパフォーマンス、ファンイベントなど、多岐にわたる活動を通じて、彼らの存在感をアピールしました。 これにより、新たなファン層を獲得するとともに、既存のファンとの絆をさらに強固なものにしました。特に、ライブパフォーマンスでは、その場の空気を一変させるエネルギッシュな演技が多くの観客を魅了し、話題となりました。ボンの成功は、単なる偶然ではなく、ナンバーアンダーラインアイのメンバー、スタッフ、そしてファン全員が一丸となって取り組んだ結果です。彼らの音楽に対する情熱と献身が、 この曲の成功に結びついています。そして、この成功は彼らにとってのスタート地点に過ぎません。今後も彼らがどのような楽曲を生み出し、どのように成長していくのか、非常に楽しみです。私たちは、このような成功の背景にある努力や情熱を理解することで、より深く音楽を楽しむことができます。ナンバー n ン1 I のボンは、 彼らのクリエイティブな才能とチームワークの結晶であり、その成功は多くの人々に勇気とインスピレーションを与えています。この曲が持つ力強さと魅力を再び体感するために、ぜひもう一度聴いてみてください。そして、彼らの今後の活動にも注目し続けてください。きっと、さらに素晴らしい音楽体験が待っていることでしょう。音楽業界において、 次々と新しいアーティストや楽曲が登場する中で、ナンバーアンダーラインアイのような新進気鋭のアーティストが頭角を表すことは、業界全体にとっても非常に喜ばしいことです。彼らの成功が他のアーティストたちにも新たな挑戦の機会をもたらし、音楽シーン全体を活性化させることを期待しています。これからも音楽の持つ力を信じ、楽しみ続けましょう。 ボンが私たちに示してくれたのは、音楽には無限の可能性があるということです。異なる文化や時代背景を持つ要素を融合させることで、新たな価値が生まれ、それが多くの人々に感動を与えるのです。ナンバーアンダーライン愛の挑戦と成功は、私たちにとっても大きなインスピレーションとなります。彼らがこれからも新しい音楽の可能性を探求し続け、 多くの人々に喜びと感動を届けてくれることを願っています。この成功の影には、ファンの存在が欠かせません。彼らの応援とサポートがあってこそ、アーティストは、その力を最大限に発揮することができるのです。ナンバーアンダーライン愛のファンコミュニティレイズのように、一丸となって、アーティストを支える姿勢は、他のファンコミュニティにとっても良い手本となります。音楽を通じて生まれる絆や感動は、 何にも変えがたいものです。これからも音楽を愛するすべての人々が一緒に楽しみ、支え合いながら、新たな音楽の発見と感動を共有していきましょう。ナンバーアンダーラインアイノボンが私たちに教えてくれたように、音楽の力は無限大です。彼らの今後の活動と成長に期待しつつ、私たちもまた、新しい音楽の旅を楽しみましょう。さて、ここで皆さんに問いかけたいことがあります。 あなたにとって音楽とは何でしょうかどのような瞬間に音楽が心に響きますかそしてこれからもどんな音楽との出会いを楽しみにしていますかぜひあなたの音楽に対する思いを教えてください。音楽は私たち一人一人に異なる形で感動を与えてくれます。その感動を共有することでさらに豊かな音楽体験が広がることでしょう。最後に ナンバーアンダーライン愛のボンに込められたメッセージをもう一度感じながら、彼らのこれからの旅路を共に応援していきましょう。彼らの音楽があなたの人生にどのような影響を与えるのか、ぜひ楽しみにしてください。そして、新たな音楽の冒険を共に始めましょう。そして、初登場でハッシュタグボンが1位を獲得して本当に嬉しいです。 彼らの面白いアイデアと伝統的な日本の要素が詰まった素晴らしい曲です。いつものように感謝の気持ちを込めて、さらに、広光のランキングを見て嬉しかったです。彼のファンの情熱が現れた結果に本当に感動しました。WPVR のこの体験に感謝します。ありがとうございました。そして、新しい情報として、 ハッシュタグナンバーアンダーライン愛のハッシュタグボンが1位でハッシュタグゴートが7位にランクインしています。その他の楽曲もランクインしています。また、キングプリンスの楽曲もランクインしています。彼らを今後もサポートし、投票し続けます。日本からの感謝を込めて、次の週も楽しみにしています。お会いしましょう。